え？これで、同じ感じにペイント、いや、無理だで。混ぜて、わ。おっそっすー。ザ・リワインダー、黄泉からの旅人。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、前回、やっとこのゲームの主となる部分でしょうか。酒夢市。どうやら何か人の夢の中に入って、なんか時を戻す的な、そんな感じの能力がちょっとできるようになったわけでございますけど、次は、なんかこの、木を切り倒したというか、切り倒そうと思ってたのが結局腐って勝手に倒れてそれが事故でみたいな、なんかそんなお話があって、それが起こった原因を探せ的な、そんな感じよね。なんかあるかい？出来事を見た方がいいかい？これをあそこを見たいんですけど、あそこを見る見方がよし。非常に操作がこの辺ややこしい。で、柊の記憶は、結局同志の話がどうたらみたいな、言うてんのよね。結局この大工の記憶か。大工はもともと木を切る依頼を受けてた。それであの物乞いの霊がぶつくさいってた。でも木を切ることにしたはずなのになぜ切らなかったんだろう。大工の記憶を覗いてみないと。っていうことで、大工を探せばいいのかな。こっちの方に前いたあの物乞いは、もう、おらんもんね。いけないもんね。こっちじゃないのよな、だからな。大工はどこにいる？あの商人は多分関係ないし、この辺何も見れへんもんな。持ってるのは記憶のかけらが1個あるけど、これでできることってそんなにまだないよね。この辺も特に何もなし？こっちじゃないのか。そもそもお前は誰なんや？ルンルンゲコー。あいつも多分もともとは人間やったってことでしょ、おそらく。それが多分妖怪に、なってしまった的な、そういうお話だと思うんだが、こっちはどうだい？何も変わらんか？お、行けるようになってるやん。記憶のかけらがあったから。どこ行くの？左、右。とりあえずこの辺適当に歩いておいたらなんかなるんじゃないか説。ほーん。ほーん。惜しいな。これ難しいのにな。てっ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 て。とーん。他の触ったらあかんのか。なんか、ここ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 。こーん。あ、違うわ。なんかタイミングでいかなあかん、これもしかして。なんか今の見てると違う気がすんねんけどさ。こーん。左が光るよね。左光った後にトントン、ちょっと待ってからのトントン。全然違う。ってことは反対やからこっちから書こうの。こうこう。これでどう？ポンポンポン。オッケー。で、頭使うな。パズルがな。
これで記憶のかけらを置く場所、あ、じゃあこれでいいのか。誰の夢を遡る。これで大工の人が何百章ではないのか。何百章じゃない。誰の夢を遡る。これなんて読めたっけ。なんかめっちゃむずい読み方だよね。これこいつは違う。大工はどれ。おばさんは。おばさん、おばさんも違う。大工はこいつやったっけ。学大年。違う。じゃあ学名声。違う。全部外した。学老録。こいつの夢。こいつが大工ってことかい。なんで殺さないんだ。何の話。お前は最後の食べ物、ゆっくり楽しむのよ。うん、慌てなくてもいずれ食べてあげるから。あ、あの女の差し金か。どうしてあいつの言うことを聞く。あの人は私を裏切らないもの。あの人になら打ちたんを捧げてもいい。誰に来た。借用書を書くよ。今回は必ず払う。分かった。じゃあ道具を取ってこよう。大工はこいつやんな。この帽子かぶってるやつ。名声早く来い。なんかいっぱい。この村本当に妖怪がいると思うかい。明日どうしたも来れば分かるさ。あ、こっちも喋ってる。もうなんか、どうしたも待つしかないんだね。なお前らなんやなんや。これでブーンってやってもまだ何も起こらへんな。何かをしばらくしたら考えそうやけど、いや、ちょっと前の段階で何か時を戻したいんだけど、時を止めることしか今はできない。で木はちょっと足りないな。木。どうした。あ、なんかいける。木は本当に金が払えるのか。木を切るのは後でも大丈夫だろう。先に他の仕事をするか。兵老六ってこいつは、ちょっと待ちいいな。人物図鑑的なやつ。図尺。これの産めがも、あ、こっちちゃんと振り仮名振ってくれてる。あ、でもこんだけしかない。ああ。やけどこの迷信とかの振り仮名を振ってくれてないもん。土地子小詰め図。いや、そうじゃなくて、やっぱ細かい人物図鑑もないな。こいつが他の仕事をしようって言ってるけど、こいつが大工か。で、木は本当に金が払えるのか。だからお金さえちゃんとくればこいつは切る気満々なんやけど、お金くれへん可能性があるから、後でいっか、別にも木切らんでええわって思ってるってことやんな。でもこいつに木を切らさないといけないのよな。こいつに木を切らすために、やめとこう、金ももらえるかわからんしな。先に大おばさんの長椅子を作ろう。失敗。あれがだから今までのルートよね。あれにならないように何かをしてやらないといけないんだが、借用書を書くよ、今回は必ず払う。こいつらのところで何かができるはずなのよな。まずは、こいつらのところで、あ、何かできた。あとで絵のために店を準備しておこう。ここで以後は危ないな。木がいつ倒れるかわからん。これ大事な情報っぽいよね。これ。ビーン、獲得。で、もう一人、この辺にさ、なんか不安に思ってるやつがおったのよな。
あ、ここもなんか見れる。儀式は明日、同志様が来る。明日は本番。んー、儀式明日、大事な情報っぽいね。同志様が来ればわかるさ。この辺でもう一人同志様待つしかないんだね。こっちは、あ、来た。こいつらは別にええわ。こいつや。お腹が大きくなると立ってるだけで疲れるね。うん、関係ないな。木は明日売る薬草はいいお金になるはず。ああ、大事そう。お金が手に入れば問題解決できそうよ。同志様が来る情報でもみんなどうなんやろ。どっかで使ったりすんのかな。これででも一旦いけそうやけどな。名声に肉まん持っていこう。何を考えとんねん。やった、明日じいちゃんが見に来てくれるんだ。柳兄ちゃん、どうしていつもことを思ってるの。肉まん食べたいわ。何とんねん。琵琶だよ、言うてるわ。あー、ここで一旦だからこいつをキーキラス方向に変えなあかんのよな。頼りないなっていう思いよ。任しとけ。今俺が手に入れた、え、あれで刺激したら木もうすぐ倒れそうやでっていうのと、あいつお金が払えるのかって不安になってるところあれやけど、一応お金手に入る予定ありそうよ。これで刺激とじゃよね。よし、成功。もうすぐ倒れそうだし、やっぱり先に木を切ろうだな。よし、これでまずは一つ加工を変えた。芝小屋の鍵はどこにあったかな。芝小屋の鍵、ん、どうした。芝小屋の鍵はどこだったかな。棚じゃないところに行かさなあかんのか。あ、そろばんの仕掛け。芝小屋の鍵はどこにあんにゃ。それのまだヒントみたいなんか見つかってないよね。なんか誰か言うてた。肉まんが冷めそう。情報いる、それ。こいつらも別にその辺の情報は持ってないよな。芝小屋、明日市場で薬草が売れればお金が入る。大丈夫っぽいね。今はまだこっちの橋があるのよな。今のところちょっと時を進めてみよう。誰かなんか言ってくれんか。それとも今、あ、やめとこう、金ももらえるかわからんしな。あれ、あのタイミングで早くもやってやらなあかんにゃ。はあ、セーブポイントに戻るってやったらどこに戻る。一旦ワンクッションのところやね。もうすぐ倒れそうだし、やっぱり先に木を切ろう。芝小屋の鍵はどこにあったかな。ここまでは戻れた。これなんかさ、こういうインタラクションして獲得できるやつもなんか回数決まってるって言ったもんな。そろばんの仕掛けを上げたら刺激どう。お、そろばんの中、そうだ、ここに隠したんだ。なるほどね。そういう感じでひらめかすのね、こいつらを。よし、ゲット。で次は、あ、こいつ鍵を持っていった。何取られとんねん。おい、どこ行け。あの犬何なんだ。何をするんだったっけ。肉まん持ってくんじゃないの。なかなか打ち終わらないな。腹が減ってきた。
本番は明日だ、絶対に失敗できない。もうなんかみんないろいろそれぞれ。どうした？おいおい、下手くそな美容はやめろ。かわいそうに。あれが何が関係あんね。俺の鍵がで、え、この飛ぶやつ食べてもいいわん。この人何してるわん。じちゃんどこだわん。じちゃんどこだわんにしとこ。あれ取れない。え、取れへんの。犬がいるから降りられない。子結構やから、こいつどっか行かなか、行かさなあかんやろ。お腹すいたわん。あ、そっちは取れる。お腹すいたわん。で、肉まん。で、お前が何をするんだったっけ。肉まんがどうたらじゃなかった、お前。肉まん冷めそう。肉まん冷めそうで、刺激。これで、肉まんを届ける成功。忘れた、肉まんが冷めちゃう。名声に持っていこう。こいつはオッケーやな。で、柳兄ちゃんのビーバーとっても素敵。こいつらをまたどうするかやな。もうちょっと練習しようかな。いや、こいつが、白は腹ペコ。これで、失敗。違うのか。どうし様が来る。明日は本番。明日本番やと、練習するよね。あ、練習するわ。待ってた。白はあそこに、おらしたままでええんかな。おお、なんか燃えてるこいつ。あ、怒ってる。ビアカルセ、この一曲は絶対勝ちたいのに。大丈夫。肉まん冷めないうちにね。やっぱりお前が一番だ。琵琶がうるせえ。でも刺激して練習させてるからこれでいいのか。あ、味が変だな。また塩を忘れたのか。あ、なんかまた出てきた。白に肉まん持って行ってあげようかな。でも大年おじさんが怖いな。木の下で休む。で、肉まんをもらう。もらう。もらうにしてあげなあかんのよね。ってことは、ここで、白は腹ペコ。腹減ってるで、白。よし。いい感じ。これで、名声おじさん、この肉まんちょうだい。忙しいんだ。こいつが負けたらまた来い。あれ？これで向こうは？はあ、斧がなきゃ仕事にならん。他の方法を考えよう。それ斧がないと聞い切れへんもんな。あれ？でも成功。あれ？大工は芝小屋の斧を取れなかったが別の方法的な問題を解決することにした。時空は変化した。え、結局じゃあ斧手に入ってないから大工は気を切ってないっていう事実は変わってないんじゃないの。あれ？うまくいった？ああ、なるほどね。もう木そのものを支えて、木を倒れないように大工はしたんや。木切れって言われたけど。足が治りましたね。でもって木も倒れなかったから。ああ、またあの物声。箸は潰れないっていう、そういう流れに変わったんだね。どうも、綺麗なバラだ。ああ、これはなんか収集品集めてるっていう感覚でいいんかな。俺の大切な香袋、真っ赤なバラの、うん、刺繍があったんだ。そうだ、あの香袋は一対で、あいつが何日もかけて刺繍したんだ。あいつ、ポイッと。まだまだなんかありそうやで。珍しい草花の香辛。これで一旦、うわぁ、なんかこう気持ち悪い。どうした？子蜘蛛だらけだ。気持ち悪いな。いや、でかっ。ここに集まってるみたいですね。
道を塞いでる。どうすればいいかな。クモは火が苦手です。でもこの大群はちょっとの火じゃ追い払えないでしょうね。少し考えましょう。っていうか雨降ってるな。おお、びっくりした。またお前か。石が詰まった木の方から、いやじゃなくてこいつこいつこいつ。もう今何もアイテムないもん。いけねえ。あー、一旦あの物乞いに喋ろうか。箸が倒れなかったってことはこいつ下に落ちなくて済んだってことやもんな。またこいつか。時間が戻ってますから覚えてませんよ。うん、邪魔なんだけど、どいて。ちょっと奈良雲さん、こいつの真似だよ。あ、どうぞ。あ、どいてくれた。そんなさり。いやちょっと待って、木は倒れてないのになんでまだここに。なんでって、俺はずっとここにいるんだか。そうやんな、時間が戻ったから。そもそもそんな話は、下に落ちるなんていう話はなかったってことやもんな。いや、そのどうやって死んだの。あ、そっか、でも幽霊にはなってんのか。当然の報いさ。え、きっとエマ様の罰が当たったんだ。飯食えへんかったんか。そうじゃなきゃ村の人たちが俺一人残して逃げるはずない。ん？あ、あと琵琶引きな。神様がこの親不孝息子を許してくれるわけないさ。頭から離れないんだ。家を追い出された日、お袋が俺に家訓を覚えてるかって聞いたこと。もしまだ一歩でも賭場に入ったらもう息子とは思わないって。あー、ギャンブルしてたの。あの日に戻れたらどれだけ嬉しいか。お袋が正しかった。俺は忘れたんだ。太郎を知り自ら、んー、今しむ、ぬむむむむ、太郎を知り自ら、むむ。7年前村に何が。人が死んだんだ。みんな妖怪のせいだって。それで大おばさんが同志を呼んで妖怪退治を。同志が来て安心したのもつかの間、儀式で村に呪われし者があると分かって同志までやられちまうなんて。お、同志がやられた。みんな慌てて竹竹竹村に逃げることにした。俺はどの面下げて村に帰るんだ。ここで死ぬしかないと思った。半日悩んだせいで俺とあの琵琶引き小僧は遅れて船着き場に着いたが、みんなもう出発してた。琵琶引き小僧か。あー、で追いかけようと思ったが、突然目の前が真っ白になって、その後は覚えていない。琵琶引き少年はどうなったんやろね。だから報いなのさ。博打にはハマらなきゃ俺はロカソンに行かなかったんだから。もう一度お袋の魚の煮付けが食べたかったな。はあ、人にしてくれ。結構喋ってくれるな。あ、消えた。で、初めてこっちに来れたぞ。同郷で使う宝具なんかに使えそう。昔はここに屋台が出ていて賑やかだったんだろうな。なんかいる、また。すいません、喋れます？怒れる、怒れる、琵琶引き、あれ琵琶引きって、え、あれ少年じゃなかった？いや怖い感じになってるで。なんか切れた、弦が切れたん？あ、違うの、うん、みんな言っちゃった。切れた、全部あいつのせいだ。どうした？この悲しい音色だな。ほんまやな、音色も変わってるわ。切れた、みんな言っちゃった。切れた、全部あいつのせい。なんか渡してあげなあかんやな。切れた弦をなんとかする感じ。ゴホゴホ、すごい埃だ。え、これで同じ感じにペイント、いや無理だで。え、混ぜて、わ、リセット、マジ？これで、あ、じゃあリセットってそういうことか。全部リセットすんのか。逆にじゃあ黄色、青、4色混ぜるとこんな感じ。混ぜる順番、あ、じゃあリセット、リセットせんでもこれ混ぜ混ぜすればいいのか。ってことは、赤が、てかまず色をちょっと、
てか、その縁はどうやって縫うの？こう、こういう感じよね、だから。そこの縁が、塗れねえぞ。これと、色がわからんな。あ、違う。一応、上書きできんやな。ペロッペロッペロッ。青が、全然違うよね。青黄色で、あ、それっぽい色になった。ここと、ここ。こんだけ？で、黒。黒ってどうやってやんねや。これ、三つ混ぜても、ここら辺って、あ、いけた。で、ペロン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 。で、真っ赤なやつで、そこにカーソル合わへんよね。こうか。あ、勝手になってくれた。で、ペロ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 。で、白が、ここか。こう。おいー。ぬん。正解。お、琵琶弾いてる。あ、切れた。は。どうすんの？こんな時に切れるなんてもうダメだ。まあ本番で切れたらショックやわな、そらな。柳の演奏は失敗したみたいだね。怨念はこっから切れる。すごい怨念。そんな失敗で怨念まで。木炭手に入れた。あー、ほこり。本日の演目、1日目、鬼洗い。2日目、鬼火酔い酒。これもなんか関係あんのか。刀や矛だ、全部紙。なんか、出し物でやるタイプの？一応記憶のかけら手に入れたから、多分、なんだ？あ？木炭。ん？どういうこと？なんか記憶のかけらとか置けるけど怖。いや、ここに、制作するってなんや。木炭置いて、制作違うでしょうね。あ、関係ないわな。酒などが置かれた小さな台、航路には半分にだけなった線香が刺さってる。ん、白い布と白い灯籠。一旦中入って、ん、火薬調合法。あ、なるほどね。硝石と硫黄を主とし、木炭灰を副とす。硫黄と硝石と木炭をだから手に入れて、あそこに、なんかせえってことやな。この剣、人を切ったことがあるのかもしれないな。肉屋がよく使う包丁。なんでそんなのが。ん？鋭い鍵が並んでいる。何を引っ掛けるんだろう。肉を、吊るしたりする感じの、あれか。そういうところか。ちは、このはしごは壊れてって使えない。石に水晶が混じってる。向こうはいけない。一旦今手に入るのは、そんだけ？硝石とか硫黄を結局、先に手に入れなあかんってことやな。こっちは、お。な、どうした？祠が容器で覆われてる。妖怪の砂でしょう。すごい怨念です。何人もの魂が閉じ込められているようです。鬼火が道を塞いでいます。他の場所に行ってみましょう。結局、鬼火で塞がれてて、境目市のところの洞窟にも帰れへんってことよな、今な。雲もおったし。こっち進むしかないよね。お、いいよ、ゲッチュ。家の中に車輪なんて何に使うんだろう。これは糸車。糸を紡ぐ機械です。糸、材料は？綿麻が一般的ですが、寒い地域では羊毛を使うそうです。糸になるものなら何でも使えます。あ、針仕事。
木製の囲碁盤、天井にかけられた縄にいろんな色や材質の布がかけてある。糸車をどっかのタイミングでまだ使うんかな。どんどんこっち来てるけど、もうここで行き止まりっぽいぞ。ぶら下がった竹かご、ここに、無毛の畑なんちゃって言うてるで。あれ、なんもないか。木炭と硫黄しか見つかってないけど、あともう一個、何やったっけ、硝石か。木炭と硫黄と硝石、あれじゃないの、一番右にあったなんか、違う、一番さ右にあったこれ水晶が混じってる。あー、取れんのかい。さっき取らへんかったやんけお前。取れました。ちょっと連打したら取ってくれました。これでじゃあこれとこれとこれで製作、これで解約、よっけい。で、あの雲のところ行けるっていう、そういうやつでしょ。まっとけ雲、俺がお前らを燃やしてやろうな。ここもだらけだ、気持ち悪いな。ここに集まってるみたいですね。どうすればいいかな。火が苦手です。考えましょう。持ってます火薬で。火種は、雨だけど火はつきそう。え、火種が、あれ、お前ら使えへん。お前ら、鬼火さん、なんか火薬だけじゃあかんのか。どっかに、あれ、あの人はどうしていなくなったんだろう。橋が直ったから。でもあの人は村のこっち側に住んでたから関係ないはず。あの人が残した手がかりがないか見てみましょう。あのおばちゃんやんな、なんか馬なんとかみたいな呪文のように唱えた人。机の上に紙があるな。妖艶の書き置き、牛ん書いてくれてるな。でもな、牛、鳥、魚、全部で5パッ、ん ?5 個並んでるよね。で、牛、鳥、魚、あと何がある。牛、線で消されてるやつ見たら、あ、いろいろあるね。亀やったり、ウサギやったり。牛、鳥、魚、亀とウサギか。ウサギ亀か、亀ウサギか、どっちかしか、ない?あれ?火種機能。火種機能を手に入れましたってなったよ、今。え?呪文唱えんの俺。呪文唱えるようになったの俺。そういうこと?悲しい琵琶弾きの例。んー、なんかできるかな。俺呪文唱えれます？雨だけど火はつきそう。いや、何もできへんぞ。お前らになんかできたりとか。どうにかして火がつけれるはずなんだが、ここは、とちこさんは、正義があれば必ず答えるとちこじゃ。境飯じゃったか、しっけしっけ。わしなんの用かの。橋の向こうに住んでる人のこと教えて。橋の向こう、いっぱいおるぞ。現用移設に来た、劇団はみんな舞台の裏に小屋に住んでおった。舞台の隣には肉屋の何百姓の家。何百姓が肉屋なんか。それから2。全然読み方違った。ツーとおばあちゃん、ダーネン。
もう大念と字って呼んでるけどな俺はな。その妻の大おばさん、そうじゃ山中には一徳同士の小屋がある。村に来るときはそこに寝泊まりするんじゃ。あー、まだ何かあるかの物乞いは。リャンロッチ、絶対読めへん。あ、元は竹ケイソンのお坊ちゃんじゃったが、博打にはまっての。借金だらけになり家も追い出され、ここで物乞いをしとったんじゃ。かわいそうな子じゃよ。まだ何かあるかの。もう大丈夫。ではこれにて。あー、そんなげしか聞けねえか。火を起こす方法が7年か。倒れてこないよね。せやな、7年前やんな。あ、いやちょっと待って、画面の右下にさ、上ボタンはツルハシ、下ボタンが炎みたいなマーク出てるやん。まさか下ボタン押せってかそういうことか。そんなハメ技した。おい、気づくかい。ほんまにじゃあ俺呪文唱えられるようになったみたいな感じなんやな。こっちはいけない。あ、なんか出てきた。うわ、びっくりした。クロさん、なんでここに。クロム城か。冥府の戦慄脇の機能を使っている。いい知らせだ。迷える魂の数が減っている。境目が功を奏しているということ。ほんほん、本当に。ほーら、言ったでしょ、ちょちょいのちょいさ。クロム城さん、やっぱり聖断がありました。あ、土地公から聞いた。予想が当たったみたいだな。おそらく白蓮行絡み。あ、悪い知らせもある。ロカソンに妖怪が潜んでいる。どっかは分からんが気をつけろ。うん、ぽいのはもうすでにいっぱいいましたけど。やっぱり大丈夫、迷信もいるし。また何かあれば連絡する。急に出てきたなあいつ。あれ、ここ鍵閉まってたっけ。あれ、薬屋さんとこやから、あの産めの夫婦がいたとこじゃないの。一旦とりあえず記憶ゲットしてるから、これでドゥン。一旦ここまた様子見な、わからんよな。あ、インタラクション。で、反対から違う。2番目に触るのがあれか。違う、間違った。反対から考えなあかんじゃん。ほぼ全部間違ってる。あれが最後やった。え、こう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 、ポンポンポン、センキュー、世界。結構すごないもので、ポチッと。誰の夢を遡る。あの琵琶法師やから、星じゃないわ、琵琶引き少年やから柳か。柳の夢に入ります。いけてるよね。警告主神の日。そうよ、その日で全てが変わるわ。あなたはもう二度と苦しまなくていいの。この辺、誰が誰に喋ってんのかやんな。あ、なんかいる。本日の演目は、鬼飛水手。あ、ちょっと早いです。読ませてください。柳じゃなくて竜でした。竜の演奏。誰？なんだ、つまずくところだったじゃないか。ああ。弦がきつすぎるな。緩めろじゃあ。
緩めようと思ったらこいつが邪魔しに来たのかい。もうすぐお前の番の準備はなんだか弦が。やめろ、下手でもいいが言い訳はやめろ。お前には才能がないんだよ、ビアのせいにするな。変えられる弦もないしならもう弾かなくていい。でももう一面あるんじゃ。まだ言うか。まだもう一ステージあんやね。あの琵琶は高いんだ、お前に扱えると思うか。ってことは入門用の琵琶使わされてるのかな。でこいつ誰やね。俺の琵琶の音は最高だ。何それ。あー、かんたましいはいせび、よう分からん、読めん。物乞いの荷物につまずいて転びそうになったぞ。もう転びそうになってた。今日が最後の一日だ、絶対に成功させるぞ。裏の様子がおかしい、終わったらすぐ立ち去ろう。これなんか大事そう。取れない。つまずいて転びそうになったぞ。そもそも待って、それ以外何をすればいいんや。ここ出る、誰の何をいじってやればいいんやろな。他は触れる人は今んとこおらへんな。あ、ちょっと待って、なんかインタラクション、ん、あ、出てきた。また張り紙してる、あのおばさんやな多分な。これで弦が切れそうだ、どうしようって言ってるあいつをなんとかせなあかんやろうけど、大したもん、大した情報を今回ちょっと仕入れてねえけど俺。この辺なんか、いや触れるもんねえな。琵琶を変えるっていうのにせなあかんやな。感覚を持っていません全然。落ちてるフクロウでいける？なわけないわな。ダメだ、ちょっと情報を仕入れ損ねている俺が。失敗でしょうね。時空を変化させるにはとりあえず琵琶が切れないようにしてやらなあかんから、うん、やね、柳流による琵琶の演奏が入るけど、とぼとぼつまずくところだったじゃないか。それ大事なんかな。あの琵琶は高いんだ、どうやったら弦を変えれるか。もうすぐお前の出番だ。切れそうになってる弦を変えるにはなんつってた。でもさっきペロ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 ってこの辺で出た。お前が、俺のピアノの音は最高だ、今日が最後の一日は絶対に成功させるぞ。この辺りよな。ペローン、あ、こっちは取れない、でこれも取れないでしょ多分。ポロポロ、この辺取っとこう。あ、取れない、この2つしか取れない。 OK、ペロ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 、準備しろーつってて、どうしよう。でもあの琵琶の音は最高だって言って大丈夫けこいつ。でもえ、団長の琵琶の弦がいいな。おいおい、早くしなきゃ見つかっちゃう。あかんで、でも怒られんで絶対。パクった、パクった。こっちはこっちで、外は外でまたなんか鳴ってるっぽいぞ。変なやつ、一言言ってやろうか。でも人が多いからな。一言言わせんのか。こっちはどうしてここに貼るんだったかしら。他のところに貼る、やっぱりここに貼る。なんか迷子のやつやんな多分な。
次の曲は何だろう、歌がうまいな、女房はどこ行った、じゃあなーにいっぱい、字はどこだい、舞台を見に来るはずなのに、見物人が多くて賑やか、最近悪いことがついたから舞台で気晴らしも悪くないね、見たことない劇だね、観光だったっけ、なんだっけ、妖艶も大げさだね、明星は用事で出かけたかもしれないのにね。これはでも、あ、違う、最近悪いこと、女房どこ行った、いやな、いなくなった おばさん、この辺、あ、こいつも眠たい、荷物はこのままにして寝ようかな、このままにして寝ようかな、放っておくを、これで今更でもしまっておく、片付けておこう、待って、片付けさしつつ一言言わせるべきなのか、やっぱりここに貼る、大場さんは関係あるかな、あ、失敗、どうしてここに貼るんだったかしらって、大丈夫け、んー、どこだい、違う、あ、やばい、もうあと1個ぐらいしか取れないぞ、女房はどこ行ったは取って、大場さんのみたいな関係ないんやんな、どうしてここに貼るんだったかしら、歌がうまいな、次の曲は何だろう、見物人が多くて賑やかだねんじゃないか、うん、賑やかだね、観衆が多い、多いとでも一言言ってやるになるか、観衆多いぞ、あれ成功、これでどうなったら、あ、めちゃ歩いてく、書いてた、こうなるとなんか初めて結構いろいろあるな、度胸だけはあるな、あれだけ言ったのにまだ分からんみたいだな、僕ん失敗ん、ヤギは琵琶を盗んでるところ団長に見つかってしまった、ってことはやっぱ戻らしたらあかんやな、なんとかして切れさせなあかんや、ああ団長の琵琶の弦がいいな、早くしなきゃ見つかっちゃう、何度も言ったか見てないぞ、どうしたんだあんたは、木でも触れたのか、とにかくここに貼るんじゃない、別のところに貼れよって揉めてるのか、でこいつはどうなんかな、しまっといて正解なのか、しまっといて、で次の曲は何だろう、歌がうまいな、舞台で気晴らしも悪くない、次の曲楽しみにしてるとか、どうやったらキレさせられるあいつを、最近悪いことが続いたから舞台で気晴らしも、違うな、見たことない劇だね、違う、大げさだね、取れない、見物人がこれぐらいしかないのよな、でもあ、もうダメ？もう終わりてった。ん？あ、あかんな。全然あかん。度胸だけはあるな。あれだけ言ったのにまだわからんみたいだな。見つからんようにせなあかんやんな。ぶち切れさすには、あ、ここで落ちている袋こいつにすれば？
違うんかい。人が多いから舞台に戻ろうってなっちゃうんやんな、こいつは。人が、でもそれを帰れそうなやつなくない？結局こいつ舞台に戻るで。だってさっき成功したけど舞台に戻ったで。次の曲は何だろう。取れない。歌がうまいな。取れない。女房どこ行った。いなくなった大おばさん。関係なくない。でもいなくなった大おばさんでしょうね。え、なんでこんなに、なんかないのか。見たことない劇だね。冠婚なんだっけ。取れない。最近悪いことがついてから舞台で気晴らしも。力を使い切りました。最初からやり直しましょう。ふざけてんのか。どれ結構なんかピンとくるやつなくない。こっからこいつらが、やっぱりここに貼る。どうしてここに貼るんだったかしら。なんでそんななんの。見物人が多いからいろんな人に見てもらえる可能性があるからここに貼る。うん、やっぱりここに貼る。でもここは人が多いからやっぱりここに貼りたいの。どうでもいいが水を差すな。どっか行け。でもここに貼ればメセは見つかるの。変なやつで、あ、倒れた。もう顔見せるな。あ、顔面。まったく近頃変なやつばっかりだ。あれ、あ、なんか切れてる。もうすぐだ。あ、あ、あ、じちゃんは、あ、一応なんか進んだ。じちゃんが来てない。え、あ、は？同志様が来たぞ。初めて見た、多分。あれ、でもなんかうまくいったっぽい。必ずしも全員刺激して帰なあかんわけじゃないってことか。みんな行かないで。成功。成功なんかな。柳は演奏を始めたが同志の突然の到来で中断されてしまった。よくわからんけど成功しました。むずー結構。あー、ただいま。ふう、弦のことは解決できたけど演奏はやっぱり中断されちゃった。十分です。記憶のかけらが再現できる時間も有限なので全ては変えられません。そういうことね。さっき記憶の中に現れたのが一徳同士かな。おそらくそうでしょう。同志が来たので演奏が中断してしまいましたね。柳の怨念はどうなっているのでしょうね。見に行ってみましょう。 OK。 じゃあこれで外に出たらあのさっきの変な弦弾いて、悲しい音色を出してたあいつ、どう言ってたっけ、あいつがなんか鳴ってるんでしょう。もはやそれを見る方法もさっき見れたはずやのに、ここの見方全然わからへん。いた。これか。これが変わってればいいなっていう、そういう感じでございますが、この続き、また次回、プレイしていきたいと思います。なかなか難しくなってきたかもね。それではまた。よろしくどうぞ。